小野田様へ差し出すつもりで鍛えたか。はい。小野田様のおかげで人となったお前、ご恩返しには事足らぬが、今のお前には力いっぱいの仕事だ。力いっぱいを喜んでいただけ。はい。あ、兄貴、俺が神を名付けてやる。そこに座れ、座れ。神などはどうでもいい。いや、そうでね、そうでね。小野田の お嬢様にお前にかかるんじゃないか。な、ちっとはきれいにしてくまんだ。バカなこと言え。俺たち夫人がお嬢様の生まれを買ってどうやろう。どうやろうとも触れているのではないか。これ、言葉を慎め。大恩のあるお嬢様に、明日のことを言ってくれんな。何のかんのと、寝たまま忘れないくせに。あの息でなければいいか。が少々痛い。誰だ。ご無沙汰いたしました。何を笑っている。いえ、お嬢様のご上達を拝見して驚いておりますので。俺が撃たれたので喜んでいるんだろう。いえ、決して。先だってのこしらえが失態いたしてまいりました。ご覧お願いを。お前のほかに早かったのかい。これも。できた。はい。先生のお手が冴えております。当分の差し料にいたそうかな。はい。どうぞして先生のお差し料をしたいと念じておりましたが、やっと思いが届きましてございます。旦那様、お時刻でございます。今日は殿様のご登場、お籠脇を務めねばならぬゆえ、この神道をさしてまいるぞ。ありがとうございます。
先生が私の鍛えた心頭を刺しておいてくださいました。お帰りは何時になりましょうか。気になるか。はい、初めて先生のお差し入れを鍛えましたので。お父様も嬉しそうなお顔をしておいでなされた。はい、私もこんな嬉しいことはございません。親のない私を12の時からご用意くだされ、一方ならぬご幸運は一生買ってもお返し申すことはできません。お父様はそなたを子供を同様に思っておいでなさる。小さい時から刀が好きなので、いっそ刀鍛冶にしたらばよかろうと清秀先生にお願い申したんですよ。そのおかげでこんなにも早く先生のお差し料ができまして、本当に私は頭は内藤要様でございましょう。そうです。お嬢様。え、内藤様はお嬢様にご就寝とかいう噂を伺いましたが、本当でございましょうか。お嬢様、ねえ、お嬢様、本当でございましょうか。友先へ乱入のくせ者は、ご当家に恨みを抱く浪人者にて一人も漏れなく絡め取り、殿にはつつがぬご都へ遊ばされた。お勘がきを固めたる諸士には本日の働き過分なりとのお言葉を下され、特別のおぼし召しをもってご祝くださる。別席においてありがたく頂戴つかまつるよう。小野田小左衛門殿、本日のお働きお見事にはござったが、お差し料が折れてはせっかくのお腕前も役には立たず、お気の毒でござった。殿のお耳に入らざるよう固く申し付けおいたる。何者よりお聞きありしか、もってのほかのご立腹、武士の魂を二つに折ってお役が務まろうか、きっと慎みおるよう思いもよらぬ厳命でござる。
何をする、何をなさる、何、いいお嬢さん、離せ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 、お父様へのお詫びには良い刀を鍛えるより他に道はありませんぞ。一心に修行なされ、そして今日の恥辱を注ぐ立派な刀を折ってくださる。これのどこが悪くて傷をお入れになりました。分からんか。はい、分かりません。刀に心がない。え、心、何のために刀を打つ、誰のために鍛える。私は小野田先生のために作ります。それでよいか。それでことを終わるか。人は一代、刀はまっすぐ松田に伝わる。今の九代目に一人のために松田の魂が困ると思うか。慎みの仰せ、お気の毒でござった。さぞ不本意におぼしめそう。拙者も甚だ心苦しく
実は近々のうち閉門お許しくださるよう殿にお願いつかまつらんと存じ仕留めをはばかってお立ち寄り申した。おう小野田氏、おとりなしつかまつろうではござらぬか。殿の大覚えめでたき内藤殿のおとりなしがあれば閉門お許しもいと安いこと。お願い申されてはいかがでござる。何分によろしゅう。かしこまってござる。何事も内藤殿にお任せなされ、はばかりながら拙者もお口添えつかまつるゆえ足湯は計らいません。今しばらくのご辛抱でござる。さて小野田氏、これはまた格別のお願いでござるが、ご承知の通り内藤殿は今だご独身、定まる奥方がございません。ついてはご当家お嬢様笹江殿を奥方にお迎え申したいと金々ご就寝でござって、我々にも再三お漏らしなさるが、閉門お許しのお口添えにも一段と力がこもりましょう。一家中にてまたとなき似合いのご良縁、ご承認くださいましょうな。お家柄と申し火の打ちどころのなき内藤殿、ご依存たてはござるまいが、念のためしかとしたご返答が受けたまわりたい。小野田氏、よもやご依存はござるまいの。お断りつかまつ。我々はご貴殿をお救い申したいと存ずればこそ。ご親切のほどはかたじけないが、しらにお断りつかまず、お引き取りください。ご貴殿閉門のお許しを。娘を餌にお願いはつかまつらん。お帰りなさい。初めてもというを開き、火の神長く党を伝えたも、我が国のみこのことあり、一応にはその類なし、この家に神の国というなり、神よには豊橋原、地府秋の水穂の国という、雨土開闢の初めよりこのなあり、天積親、国のとこたちのみこと、我が身女神に授けたまいし御事の理に聞こえたり。天照大神、雨御間の御事に譲りましま神にもこの流れば。今夜のお客はどなたなんだ。勤皇党の三戸浪士だ。師匠の浪人付き合いも深入りをしすぎるな。三条小梶宗近は
せかしこみて小狐丸を打ち立てまつった子孫の仰せで鍛えた家宝めでたき家事じゃ。俺とて胸近に劣らぬ技はあるが、何のための技、誰のための、心がない、目当てがない。目当てをくれ、俺の心に火を転じてくれ。去りませぬか。一時の怒りに逆上して思わぬことをいたした。平素剣道を鼻に隠る小細工もかようなこともございましょう。お気遣いなく京へ登って時期の至るをお待ちくださりませ。大覚えのめでたいあなたゆえ遠からずご帰参がかないましょう。我々も八方に手を尽くします。お待ちございます。お、支度ができたか。へえ。お、それでは。夜明けまでに神奈川まで行ってくれ。頼むぞ。へえ、かしこまりました。心配していなさるんだ。さあ帰ろう。え、帰ろう。兄貴、そういつまでもくよくよしていてくれるなよ。お前がやけになったって小野田先生が生き返るわけもなし、お嬢さんだってきっとそのうちに居所がわかるから、そういつまでも捨て鉢になっていてくれるなよ。さあ帰ろう。俺と一緒に帰ろう。俺は先生を殺しちゃったんだ。先生の仇は内藤じゃなくて俺だ。俺の刀は先生を閉門にし、その上にまだ師匠は刀を打つと言っているんだ。珍しく自分から仕事をすると言い出して兄貴を呼んでこいと言ってるんじゃないか。仕事だな。さあ帰ろう。俺はもう刀を打たんだ。何？俺の刀が先生を殺した。
で歌で。おおよそ王土に孕まれて忠をいたし命を捨つるは人心の道なり、必ずこれを身の巧妙と思うべきにあらず、しかれども後の人を励まし、その後を哀れみて称せらるるは君の御祭りごとなり。下として清い争い申すべきにはあらぬにや、ましてさせる子をなくして過分の望みをいたすこと、自ら危ぶむるはしなれど、前者の後を見ることは実にありがたき習いなり喧嘩し。我就是やっぱりお嬢さん、清音江戸中を駆け回ってお行方をお探し申しておりました。良いところで会えました。お嬢さん、申し訳ございません。今さら悲しんだとて父上のお戻りなさるはずはない。意外のまま長のおいとまとなりましたに、内藤要は京都の藩邸にかくまれ、おとがめもなき片手落ちとの噂。京都の藩邸、要の在りかを尋ねるために明日は京へ登ります。京へ。お嬢様、お供にお連れくださいます。ご一緒にお連れくださいます。そなたには仇討ちの刀を折ってもらわねばなりません。刀、清音の期待し刀にてお恨みを晴らしたらどれほどお喜びになられましょう。
どうぞ立派な刀を打ち上げてくださる。そのようなお刀私に打てましょうか。一心を込めて打ってくださる。どうぞ。マリカ、これどうしたわけだ。ご臨行の最中に奉行所の役人が踏ん込んだと。で、お師匠一緒に逃げてきなすったどうなすったろする。足利一族を疑うがための身に鍛えた円珠鍛冶の魂こそ刀鍛冶の魂だ。日本刀の精神はただこの一つにある。目当てを失って苦しむ鉄床に座る日もなかったが、分かった、やっと分かった。小野田小左衛門のために刀を打つなどは末の末だぞ。200年の幕政が大耳の見光を困らせていた。その徳川の六郎藩の武士のために刀を鍛えた清秀一大の深くだ。お師匠、刀の心を見つけ
刀鍛冶の行く道を教えられながら王道いにしえに帰る日を見ずして死ぬは残念だ。俺が死んでもお前たちはこの仕事場を捨てるな。ご主人、お師匠様、お師匠様、清秀の魂を受け継いで神ご一人のためのみの担当を続ける。ではお師匠様、大田先生の仇を報ずるために刀を打ってはなりませんか。円熟村は五代の天皇の御ために打てば菊池武時はその打ち手となった。打ち手と切り手とその息なんか捨てる家は開けるんだ。神清秀はある事情にて切腹自害つかまつり。切腹。私清継の両名死の遺言を守り四つ葉の仕事場にて怠らず修行を続けおり将来でも技量拙なくして担当を思うに任せず死の力を得て亡き先生の恨みを奉前念願も今は水泡に帰し。未熟なる腕のもどかく刀の出退も期日申し上げかねる悲しさにて候敵内藤要の消息いかにやそれのみ心にかかり候まも。お師匠様この世にあらずとも死の魂を受け継ぎ一日も早く名刀の出退を祈りおりそうろう。私は建仁寺塔頭の僧院に隠れ内刀の所在探りおりそうらえども今に定かに文明つかまつらず。お寺に隠れていらっしゃるのか。建仁寺の中に小野岳の御菩提所もあるのだ。将軍様ご上洛にて今日の市中も騒がしく王政復古の日も遠からざるようさせられ父上の敵とはいえ私の恨みに心を砕く身の誠に心苦しく少しも早く望みを達して天下の御ために働く身となりたく御元の一党先週の思いにて待ち入り候。やろう仕事をやろうよ兄貴。待っていらっしゃるお嬢様の心持ちを思うとじっとしちゃいられない。さあやろうやろう。
何を理屈のないことを言ってるんだ。力を落とさずにやれ、やろう。いや、ダメだ。土を持って乱れが正面がぐらついて打てるのだ。お師匠が最後におっしゃった言葉を覚えているか。清殿の魂を受け継いで神ご一人のおためにのみ腕とおっしゃったお言葉が身について、お嬢様とのお約束はつらいので、心の片隅にあるお師匠のご遺言、一方にはお嬢様とのお約束、二つの思いが乱れてどうしても父が打ち切れぬ。この迷いがあるうちはいくら打っても刀はできぬ。ひらに、俺は立派な刀を打ちたいと願っている。俺などの腕では恐れ多いことは考えられん。ただ立派な刀を鍛えたいと思うだけで精一杯ではないか。
きれいだ、きれいだ、見事にできた、きれいだ、見事お嬢様。どうしてというんです。薩長の官軍と会津桑名の藩士が戦争を始めたんや。大政奉還が気に食わんと言うてな。刀は間に合わぬか。しないことじゃのう。お嬢様いらっしゃるか。はい、おられます。江戸からお客様をお見えになりました。清めが来たか。お嬢様、何とぞよしなに。桑名軍歩兵隊長内藤要を父の敵と狙う三名の者、陣中ながら仇討ちを願い出てまいりました。内藤要は賊兵じゃ。ご藩方が歌いでも明日は首にして死んぜよ。父の敵なり。
大気味のあだ討ち取ってご奉公が務めとを存じます。うん、そうか、よろしい。望みの止められるように助成してやれ。はっ。お師匠様は大御身のために打てとおっしゃったご遺言も果たせました。刃こぼれ一つありません。お嬢様の守り刀として生涯おそばに置いてくださいまし。刀と一緒にそなたも生涯そばにいてくだされ。お嬢様、